なるほど。夢中になってあれみたいだな、あの犬死人みたいになってる。さてとどうしたもんか。あ、そうか、こう泳いでけばいいのか。こっからアコ通ってくのか。多分ここから行けるよね。使う大きなダイヤ、永遠に結ばれんとする強い意志が宿る。メンヘラだぜ、じゃあ行くぜ。エアベッツ、危なそう。大丈夫これ。おお、なんかあれ遊園地のアトラクションみたいだ。あー無理だろこれ。このエアベッドすげえなマジで。無理だろ。え、もうこっちです、行きましょう。なんとか来れました。あの宝石おば、お姉さんよく生きてるよな、すげえと思いますわ。2日目6時。もうすぐ早見さんのマンションですけど、何か思い出しませんか。二択。ダメだ、何も思い出せ、なんとなく見覚えがあるような。1位です。なんだ、何も思い出せない。そうですか、部屋に入れば何か思い出すかもしれませんよ。さあ早見さん、行きましょう。うい、はっ。後ろは、こういうの後ろにね、そう後ろに一気アップがあったりとかするもんなんですけどね。一気アップ一気アップと、あーやべえ、ごめん。うわー、走んねえ方がいいかなこのゲーム。なかなかね、いい走り込みするんすよね、このゲーム。うん、あ、これならでもいけるべ。ほら、いけべ。うり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 、鉄骨渡り。まさか死んだ。あ、これで助けを呼ぶのか。そういうことか。こういう感じだったんですね。この際の選択肢はどうなるんだろう。前回は まずこっちを助けてくれにしたんだけど、篠原くんルート。一応。おーい！それどころでは。よし、行くぞ。この辺じゃいるわけか。助かっていいのだろうか。えあ、そっか。一回降りて、で、ダメだってなってから呼びに行くってことか。こっちからか。いや、いい声だな。うん、この男。ユージ君。どこだ？ん？あ、こっちか。大丈夫か。はやみさん、三択。大丈夫か、何をぼーっとしてる。はあ、僕はどうする。一ですね、よかったよかった。大丈夫か。 はい、でも体が抜け出そうにありません。むむ、よくぞっていうか、あの、うん、まあ無理だよな。4人か。
4人かじゃない4択誰か助けを呼んでこい、何か道具を探してこい、とりあえずあたりを探そう、彼女、いや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 、あ1だ、誰か助けを呼んでこよう、お願いします、耐えてくれよ、ミシミシ鬼畜である。こっちか、あれどっから来たんだっけ、あーそっちか、よし篠原くん探しに行くぞ、簡易雨がっぱいいな、全然濡れねえな、これがやっぱいいんだな、そーい、これやっとダウン、すぐ劣化しちゃうからやめたほうがいい、これボックスとか近くにあったあった、あ、格好一緒だ、格好一緒になってる、瓦礫の下敷きになっているんだ、今のままじゃ危険だ、すまないが瓦礫をどけるのを手伝ってくれないか、いや、それよりも彼女の方が心配なんです、あ、リンクしてるんだやっぱ、すげえこのゲーム、あなたはお医者さんですか、できれば彼女を見てくれませんか、医者？僕が？なるほどね、すごい熱だ、とりあえずそこのレストランに連れて行こう、確かにな、やっぱり僕にはわからない、はるかちゃんもあれだけど、ね、あの子の方が、でも熱が高いのは間違いないから無理をさせない方がいいと思う、今は休ませてあげた方がいい、さあ僕の連れを助けるのを手伝ってくれ、わかった、手伝いに行きましょう、よし、じゃあついてきてくれ、急ごう、よし、どこだっけ、ここか、なるせ、そう、なるせさん、なるせし、あ、なんぞこれ、カレーライスコンパス、神、カレーライス回りよる、よいしょっと、こっちか、さあ君はそっちを持ってくれ、ありがとうございます、助かりました、よかった、ありがとう、助かったよ、よかったですね、じゃあこれで、そうだ、あの彼女かなり疲れているようだったけど何か温かいものでも食べさせてあげたらいいと思うよ、じゃあ気をつけて、僕らは彼女が落ち着いてから行くよ、よかった、コスチュームまでそのまんまなんだな、私はもう大丈夫です、部屋に行きましょう、無理すんなよナルセシ、あとあれボックスにとりあえずいらねえもん預けっか、カイアマガッパでいいよね、カイアマガッパ最強、なんで俺そこ登っちゃったんだろうな、無駄にダメージを与えただけだった服に、雪、クリスマス、ここです、え、転移した、行きましょう、ちょっとボックス、ボックス、おう、すぐ近くってレベルじゃなかったな、よし、とりあえずいだれも預けちゃおう、パカいらず、ダメ、コックボード、インネーモンが多すぎる、インネーモンが多すぎる、
ウエストウォッチつけてるもんな。チャージズボン。捨てるしかねえか。回収、ちなみに回収でなんかあるかな。コックボー、あとウエストポーチ。なるほど。あれいないかな、おじさんいないかな。とりあえずあったまろ。いる？もういないかな。あ、いる。いえいえ、いいやつ。あ、篠原くんはいいやつだ。可燃ゴミ、俺が可燃ゴミだ。え、そこいてあったかい？そこいてあったかい？大丈夫？いいんだよ、遠慮しなくて。あれ、パンパンだったか、なんか。いらねえもんが多すぎんな、っていうか。あれ？あ、こっちじゃなかった。まあいいや。変わんねえべ、足して。パンパンか。なんかある。ジャッキー。ズボンとかステッカーいらねえべ。だってジャージと普通のズボンだったらどっちがいいんだろうな。違う。カンヤマガッパ、もうカンヤマガッパに身を包みながら死んでいく所存である。黒ズボン、これな。とりあえずいらねえ服捨てよう。いいね。黒靴、国防、国防いらねえべ。白衣、白衣も捨てる。非常、これはいる。この辺な、聴診器とかな。交換すっか。あんまりでもスペース作ってもあれか。回収どうしよっか。これパンパンになってんのか。救急持ってっか。あとビーフシチュー。ウエストポーチか。もしものためにって、そういえば入れといたよな。あ、これ入れとくか、とりあえず。あとどうしよう。この辺絶対いらねえんだよな。聴診器とか。フライパン？いいべ、とりあえずこれで。さてと。ごめんなさい。どうだっけ。あ、ここ、あれ、どこだっけよ。こっちか。はーい、はーい。俺が可燃ゴミだ。アロアナ、アロアナもっとでけえか。
ドラゴンフィッシュ瞬間移動。さて何があるか。カレーライス、俺も昼飯カレーを食おうと思ってます。ボンカレー食いてえなって。なんだこれ、ようわからんけど、なんもないみたいな。ここ、こっち書斎みたいな。キャンドルコンパス、コンドルスパイア、すげえな。なんもねえか、こっちも。いい部屋住んでんな。てか広、ダーツとかあんじゃん。いいな、ダーツ。でも俺もボード持ってるけど、ハードだけど。いいとこ住んでんな。なんぞこれ、バイオハザードだったら仕掛けがあったな。なんか見えたぞ今。これだべ。あ、ちょっと待って、周り他なんかないか。先に、じゃあこれとパソコンかな。はい、プロジェクト。今12月だから8ヶ月前、まあ、この年の4月かは知らないけど。ウイルス、アポロン、正反対か。年内にっつってから今年なんだな。彼女、それはナルセシか。これあれか、特殊能力っていうか特技だったっけ、あれ全部埋まったら記憶を思い出すとかなのかな。はあ、仲良かった、信頼関係にあったんだな。富坂市民を全滅させるだけのウイルス。マジかよ。やってみっか、特殊技能。自分の仕事、白衣を着ている医者と呼ばれる。何かの研究をしていた。エアベッド、駅の。あ、できた。適当な研究者だったよ。おお、できたぞ。面白いな。自分の性格ない。自分と適当な。形がそもそも、あ、4個以上まだ。じゃああれか、アポロンとはなんもない。この6個か。なるほど。なんか長そうだな。多分最後だろうしな、こいつが。アポロン。オクトミダム。あー、その中にあれか、エキドナが詰まってたって、それが、学校まで流されたってことか。首謀者。
柏原。知事のパーティー、うん、秘書の方へ、秘書青山、特許、うん、研究費を出してくれる、なるほど。形があれだね、わかりやすいね、これ。これだべ。あ、これ戻ん、めんどくせえ。で、こうか。はい。アポロンっていう人物のもとで、佐伯聡と共に、エキドナという殺人ウイルスを開発していたらしい。うん、まだ足りねえな。なんもね。よし。僕はなんて恐ろしいことに加担していたの。アポロンってどんな人だ。この恐ろしいものが高校に流れ着いてるなんて。サチウイルス液のワクワクひどい。アポロンってどんな人なんだ。何か分かったみたいですね。液の名を満載したコンテナか。こうしてはいられない。こんな恐ろしいコンテナは、こんな素晴らしいコンテナは、愛らしいコンテナ、これ1位以外でだろ。こんな素晴らしいコンテナはすぐに確保しなければ。これはまず記憶が混濁している。自分の性格、恐ろしい科学者。コンテナは富坂商業高校、川村先生が待ってるはずよ。二択。あ、でもこれは部屋もう少し、うん、これはいいか。ちょっと待って、もう少し部屋を見て回りたいんだけど。わかったわ。行きたくなったら声をかけてくださいね。いい女、ナルセシ超いい女じゃん。まあ、他にはでもまあ言うてなさそうなんですけどね。ねえな、行こう。8時か。8時にしては明るいな。まあ、ゲームだから。ここが富坂商業高校です。川村先生は？お。とにかく一番近い校舎に行ってみよう。救助活動をしているとしたら体育館だな。人を探して、川村のこと。3になりました。人を探して、川村のことを聞き出そう。はい、そうですね。よし、行こう。かわいいの。早見さん。え？こっちから行くか。そういうこと？あ、そういうことか。行くぜ、エアベッド。エアベッド、有能、超有能。あ、だからこれあったのか。ヘリ落ちてるしな。器用な落ち方してんな、このヘリ。ああ、なるほど。西脇、何だったっけ名前。西脇ちゃん、じゃあこれあれか、見えても来れなかったわけか。
体育倉庫。名前何だったっけ。綾野さんしか覚えてない。あ、行けない、ここダメだわ。降りれませんでしょうね。回るしかないか。じゃあ器用な落ち方してんな本当に。あれ、なんかある。コンパス、サッカーかな。二宮金次郎、なんでもあるな。コンパス、コンパス、これ結構集まったんじゃね。ヘリ来てるな。こっちからどう行ける。あ、行けそうか。よし、頑張るなこいつら。っていうかエアベッドすげえな。そうはな、ダメだった。以心伝心すぎない。息ぴったりすぎるな。怖いぐらい息ぴったりだな。さてさて、どうすればいいんだ。こっち側から回るしかないのか。じゃあねえよな、だって他に。雷、なんかある。降りますか。はい、ダッフルコート、はい。マスク、いいね。マスク、生主。おお、すげえ、顔が布だらけになった。これでもマジでどうすりゃいいんだ本当に。どっから行くんだ。うん、そうだね。よっしゃ、行くぜ、エアベッド。あ、あっこから行けんのか。正面から。これ行けます。あ、行けんのか、すげえ。行きづら。こういう風になってんのか。こっち一階から、どっかから回って、体育倉庫、体育倉庫じゃねえ、体育館。空気が抜けてしまった。終わったんだけど。これでもあれ、確定イベント？女子トイレ入っちゃう。ここに。そもそも女子トイレ。これもエアベッド使えないってことか。てかあれだ、コンパス、今何個あるか見てみよっか。おお、結構あるんじゃないか。いや、こんなんねえのか、まだ。あ、マジか、いっぱいあるんだな、ほんとに。てか、ほんと、すみません、鼻が詰まっちゃって、申し訳ない。綾野市。
おお、さすっている。そうだ、俺シカトしたんだった。さあ行きましょう。すげえ不自然だな、こうやって見る。でもあれか、あ、目合わせちゃったみたいな感じなんだろうな、近すぎ。こんなやつだもんな。体育館、体育館か、体育館から来たんだよな。あ、セーブか、セーブしますか、じゃあ。ちょっとあの体調、俺こそむしろ体調整えます。やばいな、風邪治してから再開します。すげえ、なんか最近寒くて、急にちょっとやられちゃいましたね。あ、ダイヤモンド増えたんだよな、確認すっか。20までだっけ。もうじゃああれか、あんまセーブできねえな。でもこいつ最後だべ多分。見てみようか、ダイヤ、白いやつかな。一人じゃああれか、一個ずつもらえる感じになるのかな。あ、白いね。6個だっけダイヤ、ポットあんのかな。まあいいや、じゃあ一旦切りますか。お疲れ様です。